一時代くらい誰でも名前を残せるよ。僕らでさえね。難しいのは永遠だ。永遠になるには伝説が必要。ゼロみたいに。そう。あの子たちアイドリッシュセブンじゃないかな。今はメッツォって言うんだっけ。いや、アイドリッシュセブンだ。そろそろ7人でデビューさせるだろう。分解させるにはあの7人もったいなさすぎる。向こうも俺たちに気づいたみたいな。驚いた顔して。天に、天に、天に、天のことか。どうだろうね。後ろについてる2位はどういう意味だ。さあ、天に、学にと数えようとしたんじゃないかな。綱志探偵、さすがの名推理。そんなわけあるか。天の知り合いじゃねえのか。お前のことすげえ見てるぞ。いいよ、行こう。おい、まだこっち見てる。完全に無視されていましたね。天に、俺と会いたくないのかな。お疲れさん。 PV 撮影面白かったな。どんな風に仕上がるのか楽しみだね。あの。夜、行きたいところがあるんだ。ちょっと行ってきていいかな。お、リクが部屋を出たぞ。あの様子からして、どこに行くか丸分かりでしたからね。
わお、レディの部屋ですか。そりゃお前だ。兄貴のとこだろ。おう、感動の対面ですね。ですが、なぜ私たちこそこそストーキングしてますか。そりゃうちのセンターが心配だからさ。かわいい顔しておっかねえからな、九条は。九条さんの毒舌に叩き潰されて発作が出そうになったら、タオルを投げて連れ帰りましょう。OK、私たち、レスキューレンジャーです。天に。今、部屋の中にいるんだろう。ドアを開けたくなかったら、このままでいいから。聞いて。俺、アイドル目指してるんだ。今度デビューもできることになった。アイドリッシュセブンって言うんだよ。天兄に近づきたくて、天兄のことが知りたくて、自分で歌ってみようと思ったんだ。だけどまだ何にもわからないけど、なあ、天に。天にはどうして、あの時、家族を捨てて出てったの。家族を捨てて出てった？部屋間違えた。あの人、部屋間違えてる？八乙女閣だ。誰の話だ。天のことか。お前、アイドリッシュセブンのセンターじゃねえか。八乙女閣。呼び捨てすんじゃねえ。すいません。あの、部屋を間違えて。さっき聞いたよ。お前、天の身内なのか。あいつ、全然自分のこと話さねえから。ああ、とりあえず入れよ。俺が、今ですか？そんな。どうぞ。
入ってった。おう、レスキューしますか？レスキューも何も、どっちかというと、いい人の対応だったからな。何やってるの？九条って。ミューフェスで歌うの忘れた子。ユリ？ユリ！くそ！弟を再起不能にしやがって！何？ダンスが下手なお兄さん。うわっ！あ、見とけ！の、反応がありません。緊急切開します。君、お医者さんごっこ好きだよね。なんでこんなところにいるの？偵察？いや、通りかかっただけ。もう戻るところだから。そう。おう、リク見捨てて OK ですか？ああ、これ以上犠牲者は増やせないだろう。じゃあな、九条。おやすみ。部屋、寄っていけば。え？君たちには言いたいことがある。あのグダグダのミューフェスト、プロとしての心構えについて。怖い。ルームサービス取ってあげるよ。その代わり床に正座ね。嬉しくないです。